この番組はアニメアニソン好きのだらずなコーチ家が開放倉庫ヨナゴ店の提供でお送りするゆるいアニソン番組なのである。ソフマップオリジナルショーケースが欲しいです。コーチ家のアニナラ。はい、コーチ家です。コスピットのミオです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あれ、今日もう一人は。はい、実はですね、修学旅行が迫っているということで、事前説明会に行っております。レンさんは説明会か。はい、それでお休みと。そうなんです。いうことでございますね。はい、ちょっと俺も喉ガラガラになってるけど、ちょっと体調崩してしまいましてね、うん、いや本当この季節は崩しやすいので気をつけてもらいたいなと思いますけれども、ね。うん、はい、さあ、レンがいないとはいえ、実はもう一人なんと、そうなんですね、スタジオに来てもらっておりますね。そうなんです。さあ、じゃあちょっと自己紹介してもらいましょうかね。はい、お願いします。コスピットの光です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。 おこれ初めましてですね。初めましてだね。はい、光ちゃん、光ちゃん、はい、コスピットということは、コスピットに新しく加入した2人のうちの1人。はい、そうです。ということなんだよね。はい、あ、そう。加入はいつからだったっけ。加入はですね、うん、オーディションが6日に終わりまして、うん、先々週にライブを一緒にしてきました。そうなんだ。はい、じゃあもう入りたてほやほやみたいな感じで。ほやほやでございます。あ、そうなんだね。はい、おー、ちょっと光ちゃんの詳しい情報も聞いていこうかなと思うんですけれども、今結局なんかすごい幼いんだけど、年はいくつなの。13歳の中2です。中2か。はい、13歳か。うん、レンが今いくつだったっけ。あいつがレンが今中3の10、あ、遅生まれなの、早生まれなので14歳です。14か。はい、あ、でもなんかレンと比べるとお姉さんみたいな感じに見えるね。落ち着いてる感じがする。若干ね、光ちゃん背高いので。うん、ね。あ、そうなのか、そっか。うん、どうなんだろう、このアニメとか漫画っていうのは結構見たりするの。全然見ないです。そうなんだ。もしか。もう全然もう目にも飛び込んでこない感じ。そうですね。あ、そうなんだ。はい、そっか。でもこのコスピットに今加入したと。で、コスピットに入る、うん、その入るきっかけというか経緯っていうのは一体どういうことなの。はい、ツイッターで、中海デトラプロジェクトさんにフォローしていただいて、うん、鳥取県に少しでも貢献できるならやってみたいなと思ったので応募させていただきました。うん、あ、そうなんだ。もともとそういう、まあ、ご当地アイドル的な言われ方するけど、そういうのには興味はあった。そうでもない。そうでもないですね。これ自分でやろうと思ってでも出ていった。そうですね。なんかやってやろうと。はい、あ、そうなんだね。うん、で、このコスピットに入ってで、これから先こういうことを表現していきたい、こういうものを、私のこれを見てみたいなのって何かある。やっぱり、うん、鳥取県に貢献できるっていうのを、うん、目標に入ってきたので、うんうん、鳥取県に少しでも貢献できるような人になって、全国にもっともっと鳥取県を知ってもらえるように頑張りたいです。えらい。えらい。もう中二の言葉じゃないよ、これは。本当えらい。もうね、自分のできる範囲の活動を通じてね、地域貢献していこうというのがね、素晴らしい姿勢でございますので、皆さんこれからも応援をね、よろしくお願いいたします。お願いします。というところで、次にかける一曲なんですけれども、最近僕がすごく気に入っている作品から一曲いきたいと思いますので、じゃあひかりちゃん、曲紹介をお願いします。ベースダンディから岡村康之でビバ涙。のアニダラ開放倉庫米子店トレジャーレポート。このコーナーはファミリーエンターテインメントリサイクルストア開放倉庫米子店のさまざまな情報をお届けするコーナーです。スタッフの船戸さん、いよいよゴールデンウィークが近づいてきましたね。はい、ゴールデンウィークですね、また当店イベント満載でお待ちしております。はい、はい、ではそのいろんなイベント、どんなことやるのか教えてください。はい、まずですね、ガラポンなんですけれども、はい、いつもとちょっと違うガラポンを今回はやらせていただきます。はい、こちら日時の方ですね、5月、3日から5日の3日間ですね、こちら、ガラポン、させていただきますが、いつもでしたら、回していただいた色によって景品差し上げてたんですけども、今回、色によってポイントがついておりまして、
ポイントと商品券の交換という形でなっております。ほうほうほう、はい、ポイントちょっともうちょっと詳しく教えてもらってもいいですか。はい、ポイントなんですけども、金が出たら200ポイント、赤で100ポイント、緑50ポイント、青30ポイント、白で1ポイントと、それぞれにポイントがついておりまして、期間中ですね、貯めていただくことが可能となっております。200ポイントで、商品券1万円分、100ポイントで、商品券5000円分、50ポイントで2500円分、30ポイントで1500円分、10ポイントで500円分という形で出させていただいております。なるほど。抽選券でガラポンを回して出たその玉の色によってポイントがもらえると、そのポイントによって商品券が異なってくるということなんですが、このポイントもなんだか貯められるそうですね。はい、はい、その場で赤が出たとします。こちらで100ポイントなんですけども、こちら100ポイントで5000円と交換していただくことも可能なんですが、期間中であればまた回していただくチャンスまだありますので、 そこの時点でまた次赤が出た場合、そうするとトータル200ポイントとなりますので、そのまま商品券1万円分という形でとなりますね。はい、なるほど。じゃあもうポイントを貯めれば貯めるほどよりお得な商品券がゲットできちゃうっていうからくりなんですね。そうですね。さあ、このガラポンなんですけれども、ガラポン回すためにはどうやったらガラポン その抽選券もらえるんですか。はい、こちらですね、2000円以上お買い上げごとにガラポンの抽選券1枚、お配りし、いたします。こちらが、日時なんですけども、明日4月26日より配布開始いたしますので、よろしくお願いいたします。はい、さあそして船田さん、ゴールデンウィークもちろん他のイベントもたくさんあるみたいですね。はい、まず4月29日こちらですね、15時より仮面ライダークイズ大会を、開始いたします。はい、こちら、上位入賞者の方豪華景品の方ありますので、皆さんこぞってご参加お願いいたします。はい、これ参加するためにはどうしたらいいんですか。こちらエントリー無料となっておりますので、どんどん、ご参加の方お待ちしております。はい、仮面ライダークイズっていうのもすごい楽しみなんですけど、これ勝ち残ると何かいいことあるんですか。上位入賞者の方には豪華景品として、ご用意させていただいておりますので、はい、ご期待ください。はい、ちょっとマニアックな問題も出てくるんじゃないかと期待しておりますので、はい、難しい問題もあるかと思いますが、はい、こぞってきてほしいですね。はい、はい、さあそしてその他にもイベントありますね。はい、その後ですね、5月3日の土曜日16時より、マリオカート Wii 大会開催させていただきます。はい、こちらがですね、中学生以下の方限定とさせていただいておりまして、16名まで募集の方させていただいております。事前の予約も可能となっておりますので、お電話でのお問い合わせも、お待ちしております。はい、そしてこちらももちろん参加は無料なんですよね。はい、参加無料ですので、こちらも、ご参加の方お待ちしております。こちらは、上位入賞者の方、ゲームに使える、お買い物券の方プレゼントとなっております。はい、わかりました。まあ、いろんなイベント本当盛りだくさんというところでね、楽しみにしていただけたらと思います。米子市読町開放倉庫米子店、詳しくはホームページブログをチェック。以上、トレジャーレポートでした。さあの高知家の兄だら。さあ、メールいただいております。はい、ラジオネームりょうさんからです。はい、ありがとうございます。高知家さん、みおちゃん、れんちゃん、こんばんは。ピー、うん、こんばんは。ピー、今回はですね、レンが休みで代わりにひかりちゃんが来てもらっております。はい、で、4月19日の米子でのライブ、お疲れっぴ、うん、お、ありがとう。応援行けなくてごめんっぴ、うんうん、ライブの感想などを教えてください。はい、4月19日の米子のライブ、これ何があったんだっけ。はい、これはですね、ひかりも一緒にライブをしました。なので、中海テトラで今回はライブをしました。そうなんだ、そうなんだ。はい、あ、じゃあもうステージには立ってるんだ。立ってます。はい、そうなんだ。え、はい、じゃあ、もうコスピットの今まで歌ってきた曲とかも歌えるの。いや、それはまだ超猛練習中なんです。猛練習中。そうだよね、はい、そうだよね。そうなんです。そうなんだ。今回はオーバーザフューチャーを一緒に、うん、ああ、はい、いいね、いいね。はい、あ、そっかそっか。で、4月27日の大阪でのライブ、頑張っぴーと、うん、ありがとう。鳥取県から応援してるっぴーと、うん、笑顔と元気をくれてありがとうピー、大好きピーといただきました。ありがとうございます。じゃあ、次ひかりちゃんの立つステージっていうのはこの27日の大阪は立つのステージに。立たないですね。立たない、はい、どういうことだ、どういうことだ。いつ立つんだ。じゃあ5月2日の定期公演の時に立ちます。うん、あ、そうなんだ。定期公演で。そうかそうか。コスピットが今4人になって、4人です。で、その4人全員揃うのはまた5月2日2日の定期公演ということで。そうなんだね。はい、いまたこれからね、激アツな感じのね、そうですよ、コスピットのムーブメントがね、巻き起こると思いますんでね。はい、ぜひお楽しみにというところでございます。はい、さあ、というところで激アツな一曲をね、はい、僕の大好きな曲一曲ここでお届けしましょう。はい、オーバーマンキングゲイナーから福山よしきでキングゲイナーオーバー。
はい、メールをいただいております、はいはい、ペンネーム農協さんからです、はい、皆さんこんばんは。はい、こんばんは。検温で共演した日笠陽子さんと佐藤さとみさんが生徒会役員どもでも共演しているのは有名かどうか分かりませんが、うん、生徒会役員どもとインフィニットストラトスでは、うん、日笠さんと朝ぽんこと下田あさみさんが共演しています。生徒会役員どもでは朝ぽん演じる津田琴美が兄の高俊の加工写真を日笠さん演じる篠に向かって篠に送っていました。この二人はインフィニットストラトスのラジオもやっていましたが、うん、朝ぽんが引っ張っていてどっちが都会人かわからなかった、うん、というわけで今回は生徒会役員どものエンディング未来ナイトをリクエストします。歌っているのはそう高知家さん、お待たせしました、あの人です。オープニングも含めて文化放送のコムチャットカウントダウンで10位以内に入ってこないのが生徒会役員どもの視聴者とはなんですが、ということでいただきました。はい、カミカミでごめんなさい。はい、ありがとうございます。ユニットストラス、まあ、そう声優さんたちってやっぱ結局いろんな作品で、はい、やっぱ女性のキャラクターが出てくる作品が多いから、はい、いろんなところで人気声優さんがその被る、うん、っていうことが多々あって、最近ではなんかあの何だったかな、うんうん、なんかコナンとはい、なんかアンパンマンだかなんだか、コナンとアンパンマンですか。なんどれだったかな、なんかねよく被ってるとかっていうようなね話もあるぐらいでね、まあちょっと傾向が違いますけど、はい、うん、まあね、まあそういったところであの下田あさみさん、はい、我らが鳥取県出身のね、うん、下田あさみさんも活躍されているということで、ね、はい、この作品もね非常にまあ内容はあまりちょっとおすすめできるかどうか、うん、僕はちょっと微妙なところがありますけれども、まあ僕はとても大好きな作品でございます。なるほど、じゃあそのリクエストいきましょう。はい、生徒会役員どもから佐藤さとみで未来ナイト。コスピッとのピッ、コスピットに加入が決まった時のピッ。アニダラ。高知県のアニダラでは皆様からのメッセージリクエストをお待ちしております。メールアドレスは798@darazfm.com、またはファックス 0859-21-7878、 ダラズ FM ホームページのメッセージフォームからも投稿ができます。高知県のアニダラ宛てまでよろしくお願いします。はい、コスピット出没情報教えてくださいな。4月27日、はい、大阪に行ってまいります、うん、心斎橋アイドルのことなら任せなさい、神谷手まりさんと行ってきます。そして4月30日は松江カノーバにてライブを参加させていただきますのでよろしくお願いします、うん、5月2日は定期は4人ですよ、皆さん来てくださいね、お願いします。あと最後に皆さんにお願いがあります。 NHK 恋する地元キャンペーン、コスピット鳥取県代表となっております。はい、1年間、うん、今回は1年間という期間をいただいて頑張っております。 いいかもボタンがね、うん、特設ホームページでポチッとできるので皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。詳しくはブログ、ツイッター、フェイスブック、ホームページ見てください。いろんなところで情報発信してるね。はい、発信してます。すごいね、バンバン発信してます、ね。ちょっとそれいいかも。なんつってね。はい、いいかも。どん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 皆さん本当にあのいいかもを生まれたらと思いますね。お願いします。はい、まあ、今度また4人にもなるしね。あ、はい、あ、そうなんですよ。はい、あのツイッターができたんですよ。ひかりちゃんと、うん、もう一人カノンちゃんがいるんですけど、うん、カノンちゃんとひかりちゃんのツイッターもできましたので、うん、アカウントフォローよろしくお願いします。はい、フォローしちゃってください。じゃあこれからもよろしくお願いいたします。ということで今週のお相手高知ケイト、コスピットのみよとひかりでした。アルゼンチンペソしかねえよ。この番組は